いつもメイクしているので、夜はダブル洗顔不要のクレンジングで顔を洗い、朝は拭き取りシートで拭き取っています。なので洗顔フォームで顔を洗うタイミングがないですが、週に何回かを洗顔フォームでも洗った方がいいんでしょうか。 それだったらいいいとは思います別に絶対洗顔フォームで洗顔をしなきゃいけないってわけじゃないのでただ拭き取りシートで朝取ってるとこすれたりとかしちゃうこともあるので時間あるんだったら洗顔フォームでやった方がいいんじゃないかなとは思いますけれども絶対にっていうことはないです。はい 先生秋冬でも紫外線防ぐのは SPF50 なくて30ぐらいでも十分なんでしょうかっていうのは SPF っていうのは強さじゃなくて時間ななんですね。なので計算上は SPF30 でも時間大丈夫なんですけれどもいつも言うのが1平方センチメートルあたり 2mg 塗って初めて SPF っていうのが出るので皆さんやっぱりそこまでしっかり塗ってる方ってあんまいらっしゃらないので30だとなかなか SPF ちゃんと出てなかったりすると心もとないかなとは思います。 私はです。私はシリーズで使ってはないですね美容液はこれとか化粧水はこれっていう感じですけれども LINE で使うと分かりやすいというか邪魔な成分が入りづらいだからこう自分で選ぶのがちょっとわからないっていう迷子の人はシリーズで使った方が安心かなとは思います。 先生、ライスパワーってどうですか前肌が良さげで気になっています。えライスパワーについてはいろいろ動画上げてます。私はライスパワーすごく好きで、ライスパワーっていうのは有心酒造さんっていうお酒を作る酒造さんが見つけて、それをいろんなメーカーさんにお渡しして、だからワンバイ構成もそうだし、その前肌もそうだし、ライスフォースもそうだし、なのでライスパワーっていうものは一緒で、どういうそこにプラスアルファをしているかでメーカーさんで変わるかなっていう感じです。 先生こんばんは。目頭下のちりめんシワに悩んでいますね。コスメ、ベビーコラーゲン、目元ボトックス、またはそれ以外のおすすめありますか。私もなんか笑うとここに私バニーがあるのでここの目頭の方にシワが寄るんですよね。なんか私もすごい嫌だなぁとは思っていて、目元のボトックスというかこのバニー打ったんですけど、あんまり打ちすぎると笑いづらくなるのと目頭の方のシワはそこまで思ったほど消えなかったかなと思うんですよね。 なのでちょっと次は私はスネコスを挑戦したいなと思っています。ただ私自身もまだやってなくて、ただ患者さんを見てるとスネコスは良さげだなっていうふうに思っています。ベビーコラーゲンよりも私はスネコスの方が患者さん見てて良さげだけどまだ自分でやってないのでまだ何とも言えないかなと思っています。こんばんは40代乾燥敏感肌です。年中顔のかゆみに悩まされています。かゆみ止め抗アレルギーザム効かないです。でも日焼け対策をしたいです。 紫外線吸収剤を含まない日焼け止め商品金属化がアレルギーにも安全なファンデーションを教えてください自然の米ぬかパックしたら顔に防流心がいっぱいできてしまいましたダニとハウスダストでありです顔ダニが米ぬか活性したからでしょうかナオには何を食べたらいいですかまず 1一つ目は正直吸収剤を含まない日焼け止めで金属アレルギーにも安全なファンデーションはごめんなさいわからないですねなぜかっていうとやっぱりファンデーションの中にはある程度金属が入ってたりとか吸収剤を含まないものには産卵剤が入っていて産卵剤には酸化チタンとか金属が入っていることが多いんですね。 ななのでごめんなさい私が知ってる限り金属アレルギーにも安全ですって言っているファンデーションをごめんなさい知らないのでわからないですね。あとは米ぬかパックをしたら ジンマシン、ボリューシンができたっていうことは顔ダニが米ぬかで活性化したんじゃなくて米ぬかがお肌に合わなかったんだと思うので自然のものだからといっていいというわけではないですねやっぱり何かしらのアレルギーだと思いますのでそれはやらない方がいいと思いますアレルギーとかを治すために何を食べたらいいですかってやっぱり聞かれるんですけどもアレルギーっていうのは何かの食べ物を食べたからといって治るわけじゃないので少しアレルギーを抑えるとしたらまあ腸内環境を整えるとかそういった感じになる ととと思いいますはは美容針とかかマッサージででエラがなくななくることは可能でしょう,か、はい、うん正直ないと思います少しリフトアップをしたりとかリ感が少し軽くなることはあると思うんですけども要はエラが張ってるっていうことは抗菌が発達しててそれを小さくするには抗菌にボトックスを打つしかないのであとはまあ歯ぎしりがある人だったらマウスピースをつけるとか矯正するとかそういったものじゃないと難しいと思います。 ラロッシュポゼの BB を使ってますが次に何を使ったらおすすめですかパウダーですラロッシュの BB の後のパウダー私はあの普通にいつもファンデーションをつけている時と同じパウダーでコスメデコルトの AQ か最近はアディクションどっちかを使ってますね特に何かファンデーションと変えることはないです チョコラ BB やトランスシーノなどシミ予防のサプリの飲みすぎは白髪の原因にはこれねすごくよく聞かれるんですけど今の現状を私が知っている限りではないと思います基準的にねただわかんない将来的にこういうことがありましたって言われたらごめんなさいですけど今の時点で皮膚科の先生だったりとかいろんな先生の見解としてはないと思います目の下のたるみ脂肪を手術以外で改善する方法はありますかないです はい、なんか最近 YouTube で目のマッサージをしたりとかなんとかしたら治りますみたいなものがあるらしいしなんかそれをしたら私は治りましただから絶対大丈夫ですみたいな方もいらっしゃるんですけれども。 正直伸びた皮膚を縮ませる方法っていうのは基本ないとないというか魔法じゃないですか。だって伸びたやつを縮ませるって。だから私は基本ないと思うんですよね。もしそれで治った方がいたらその人はたまたまだと思います。だから全員がいいよっていうことではないと思いますね。質問です。去年ストレスで頭皮炎症を起こしてから1年気遣っていたのですが、冬になってまた老けた。 頭皮がガサガサになっているのですが頭皮の保湿や先生の頭皮ケアとか教えていただいありがたいです。私自身は頭皮になんか 乾燥がととかっていうののは今のところないいんですけれどもやっぱりそういう頭皮の炎症が1回起きてしまうとかなり治り治づらいです頭皮のの炎症ってなので必ず炎症を止めるようなお薬を使いながら頭皮ケアでは取り去るようなシャンプーはちょっと控えていただいて地肌に優しい系を使ってプラスアルファ頭皮に保湿をするそれは頭皮用じゃなくてもいいですちょっとベタベタするかもしれないけれどもボディ用とかでもいいので保湿をしてあげればいいんじゃないかなと思います。 先生こんばんは、25歳男性です。日中ほとんど室内におり日焼けをしていないはずなのですが、顔だけが手や首と異なって茶色く気にしています。改善などありますでしょうか日焼け止め塗っ で外に出た日などが特に茶色く見えてしまいます男性で日焼け止めをしっかり塗っているのに茶色く見えるというのはもしかしたら皮脂でくすんでいるのかもしれないですやっぱり皮脂が酸化してしまうとそれが気ぐすみになってしまうのでまあ、皮脂ケアをするようにしてみてくださいとかあと酸化をあの防ぐようなビタミン C 系を入れてあげるといいしあとやっぱりちょっとピーリングをしてあげるといいかなと思いますアートメイクで金属成分が低い自然いろ,いろなものと 歌っているのは金属アレルギーがががあっても大丈夫ですすやめた方いいいと思いますか金属アレルギーの人はやっぱりちょっとやめた方がいいと思いますね。なぜかというと基本的には問題ないんですよただやっぱり何でアレルギーどの金属でアレルギーがあるって分かんないじゃないですかだから私だったらやらないかな。